皆さん、こんにちは、ナイステです。元気ですか？皆さん、今日本で鬼滅の刃が流行っていますね。で、今日はその鬼滅の刃についてちょっと話したいと思います。皆さん見たことありますか？なんかね、私は最近アニメを見ていないんですけど、あまり。でも鬼滅の刃を見ました。なんで私は鬼滅の刃を見ることになったか、ちょっと簡単にね、ちょっと話したいと思います。で、さっき言った通り、あまりアニメ見てないんですけど、でもこの間9月にちょっとロシアに行こうと思いましたね。で、ロシアに行くにはなんか13時間くらい、夜行バスに乗らないといけなかったんですね。だから13時間の暇の時間がありました。だからどうやって潰せばいいかちょっといろいろ考えて、とりあえず本買いました。でも夜行バスだから暗いせいでもしかして読めないかもしれないって思って、で、思い出しました。この間、8月くらいに皆さんと、ライブ、YouTube でね、ライブやった時にアニメについて話してて、で、その時皆さんにすごく鬼滅の刃が勧められました。これだと思って、ちょっと鬼滅の刃をダウンロードできるサイトを探して見つけてダウンロードしました。で、ということでバスに乗ってとりあえず本を読み始めましたね。でも隣の席に座ってたおばあさんはちょっと庶民に対してすごく不満そうなため息を何回か出して、寝る時間じゃなかったんですけど、まだ早かったんですね。で、消すしかなかったんですね。消しました。だからアニメ見よっかということになって、見始めました。でも最初はどうなんだろう、そこまですごいのかな、多分ナルトとか銀魂よりすごいわけじゃないという気持ちで見始めたんですけど、でも見始めてすぐ、これはすごい、これすごいなという気持ちでもう見続けました。はい、本当に感動して、印象を受けました。で、これからなんですごく鬼滅の刃が気に入ったか、順番ずつで話したいと思うんですけど、その前に言いたいのは、私はアニメを見ただけじゃなくて、すごくアニメが気に入って、でもまだ続きあるんじゃないかなと思って、でもアニメとして続きまだ出てなかったんですね。だからどう思いますか？私は漫画を買っちゃいました。そう、Amazon Kindle で漫画を見つけて買って、読み続きました。はい、すごく続き知りたかったんですね。で、それは私にとってすごく珍しいです。私はあまり漫画とか買わないんですよね。なんか私の好きな銀魂の漫画でも読んでないんです。でも鬼滅の刃の続きどうしても知りたくて買っちゃいました。で、それだけじゃなくて、アニメで流れているソング、歌もすごく良くて、なんか感動させられますね。だから歌も買っちゃいました。はい、ということで私はもう完全にハマっちゃいました。じゃあなんで私ハマったか、それについて話します。で、一つ目はアニメに関してなんですけど、すごく絵の質、画像の質がすごいんですね。質がいいんです。もう本当になんか細かく描かれているので見やすくて、もう見るだけでなんかわーって気持ちになります。もうなんか言葉にできないくらい、質がいいんです。もう電車とか、なんか乗り物とか群れとかも本当に本物のなんかものっぽいんですよね。だからどのくらいね、そのアニメ作った人は力と時間かかったか、もう想像するのも難しいんですね。だからとりあえずアニメを作った人に感謝の気持ちを伝えたいんです。もうこんなにね、質のいいアニメ作ってくれてなんかありがたいんですね。はい、次に感動したのは作品の、アニメと漫画の、趣旨です。はい、もう本当にこの作品から勉強することが多いんですね。で、私は、私の中で一番印象に残った、ことはとりあえず1つ目、じゃあ1つ目は人間って自分で自分の態度で鬼を作ることです。他の人をいじめたり、あえて傷をつけたり、辛い思いさせたりすることで、そういうことされる側が苦しんで絶望に落ちて、で、人生の正しくない選択肢を選びます。
アニメの中で本物の鬼が登場してるんですけど、現実の世界だと、まあ、本物の鬼が存在していないんですけど、心の中で鬼になった人がいますね。で、それは他の人のせいでトラウマを受けたからじゃないかなと思います。皆さん気づきましたか？アニメの中で、まあ、漫画の中で、全員の鬼が自分の悲しいストーリーを持っていますね。最初から、まあ、全員鬼になりたかったわけじゃなくて、他の人のせいでトラウマを受けたり辛い思いさせられたり、まあ、大事なこととか人とかを失ったりで、それで、まあ、絶望に落ちて鬼になる選択肢しか見えなかったんですね。まあ、だからこそ炭治郎が鬼が嫌いじゃなかったんですね。かわいそうだと思いましたね。だからこの作品を考えた人はおそらく、まあ、お互いに優しくしましょう、他の人をいじめたり、辛い思いさせたりすることをやめましょうというなんか考えを伝えたかったんじゃないかな、そういう深い趣旨が入ってるんじゃないかなと思います。だから皆さんお互いに優しくしましょうね。はい、じゃあ2つ目の勉強できることは、最初から全員強いわけじゃないんですね。最初は全員弱いんですね。でもどこまで強くなるか自分次第ですね。まあどこまで頑張るか、どこまで、努力するか、全部自分次第です。でもこのね、世の中で自分を守るため、あと大事な人を守るために、まあ、強くならないといけないんですね。でこの作品の中で、まあ、漫画とアニメの中でもう本当にね戦わないといけないんですよね、刀とかで。だから本当にね力強くならないといけないんですけど、現実の世界だと、まあ、力というのは知識とスキルですね。だからその辺を、まあ、強くなるために知識とスキルを鍛えないといけないんですね。それで強くなります。全集中で頑張りましょう。そしてもう一つ気に入った点は、善逸と炭治郎と伊之助の性格です。もう本当に全員完全に違いますね。もうなんか炭治郎は落ち着いていて思いやりある人で、善逸はいつもなんかビビったりしますよねで伊之助は負けず嫌いでもちょっとむちゃくちゃなんですけど、お互いに、まあ、なんかもう全然違うから、お互いの足りないところをなんかカバーできますよね。なんか本当にこの3人をなんか見るのは楽しかったんです。あと他のキャラクターの性格も、あと性格の特徴とか、ストーリーとかもうきちんと見せられてるので、なんかもう全部ロジックに見えますね。だからなんかすごく見やすくて、あまり疑問とかは生まれないんですね。まあそれは個人的にね。はい、皆さん私の感想はこんな感じです。どうでしたか？皆さんも鬼滅の刃が好きですか？もし好きであればコメントでなんで好きか書いてくださいね。まあ簡単でいいんですよ。まああるいは普通に好きかどうか書いてくださいね。じゃあ皆さんまた会いましょう。パカパカ、いい一日になるように。